阿部公房の小説箱男は難しかった。同じ阿部公房を読んだ時、自分自身の読解力が落ちたのではないかと不安になりましたが、この箱男はそれ以上の難解さ。段ボール箱をかぶり、覗き窓から外を見つめて都市を方向を箱男という設定がある種現実にそのようなことが可能なのかと思ったり、ある意味 SF 的とも言えないだろうか。小説は箱男の手記のような形で進められる。主人公らしき男は元カメラマンで、社会からの帰属を捨て匿名性を求めて箱男となる。医者の偽箱男や不思議な看護婦などが登場するも、プロットが分断されていて、各エピソードに連続性があるのか、同じ箱男が書いた話なのか、だんだんわからなくなってきます。小説自体がパズルか迷宮のようになっている。なので読んでいると、あれ?という感じになり、これは誰の話だ?とわからなくなる。つまりすこぶる実験的な小説なのである。こうした実験精神旺盛な小説は、読者にとって難解すぎると感じられることがあると思うし、私もその一人でした。断片的な構成や多層的な視点が物語の流れを追うのを難しくし、混乱してしまうんですね。それはカンディンスキーのような抽象絵画を見た時印象にも近い。実験的という意味では、阿部公房が撮影した写真もあって、それも作品の一部となっていること。これまで読んできた他人の顔、燃え尽きた地図も、自己と他者、自分という存在の危うさ、匿名性の存在を希求する登場人物は、現代の孤独感や疎外感を象徴しているのだろうなと思うし、箱男の段ボールに作った覗き窓から外の世界を見る、特に元モデルの看護婦の裸体を見るという行為は、唐突に割り込んでくる少年が女教師のトイレを覗こうとしてバレてしまい、逆に見られると行為と、対になっているのかな、とあれこれ考えてしまうわけだ。しかし、阿部公房は、小説にテーマを読もうとするのは無意味だという。阿部公房はテーマも分からずに感覚的、直感的に箱男を書いていて、テーマが分かったのは随分後のことだということを、小説を生む発想という講演の中で発言していた。またとある雑誌で、小説は原稿用紙300枚くらいなのに、書き潰した原稿はその10倍の3000枚というのを読んだ。何回いいんだ、パズルでいいんだ、感覚でいいんだ、というのが箱男への私の読後の結論。そうなると、箱男がどこか魅力的に見えてくるから不思議だ。